じゃあ2013年とちょっと比べてみようと思うんですよ。はい。そしたら、衝撃な事実が。わかりましたよ。これビビりますよ、ガバリさん。マジですか？はい。どーぶガバリです。どうもー、デルピオルシャです。よろしくお願いします。さあ、今日もね、シュニーカーを。また感じた。もう一回行きましょうか。行こうか。はい。もう疲れてんのかな。そうですね。マンネリ化してますね。はい。いきます。どうぶガバリです。どうも、デルピオル石田です。よろしくお願いします。今日もですね、スニーカーの方、紹介していこうと思います。はい。今日紹介するスニーカーは、こちら、ドンと。はい。もう、ここ、キンキンで出たやつですね。おー。はい。こちらの方、ちょっと見ていきたいなと思います。はい。はい。上げてみましょう。はい。はい。あれ言わないの？ドープっすね。紙でドープって言うんすねって言われてた。言われてた。作業化しちゃってる自分がいます。はい。こちら、今日紹介するスニーカーはこちら、ジョーダン1、シャドウです。イエーイ。これ、もう一回履いちゃったから、靴ひも結んじゃってんだけど。はい、はい。そうそう。最新な。そう、最新な。はい。まあ、黒ハイってやつですね。黒ハイ。黒ハイ。ああ、はい。そう、昔の言い方で言うと。今みんなシャドウって言ってますもんね。だからシャドウって聞くと、あれだよね、僕ブレイクダンスやってたじゃん。だからシャドウって聞くと、DJ シャドウさん思い出したね。わかんない。DJ シャドウ知らない？僕、わかんないです。名曲あるんだけど。あ、そうなんですか？オルガンドーラーっていう。あ、そうなんですか？僕DJ ホンダだったら知ってます。いや、シャドウだから、ホンダじゃない、これ。ジョーダンはホンダじゃない。ホンダじゃないですね。そうだ。シャドウ。白黒の H じゃないから。そうなんですね。そう、シャドウって聞くと、やっぱね、DJ シャドウ思い出したんでね。まあでもこれ言って、おーって思うのは、ブレイクダンサーの人見てないと思うけど、ブレイクダンサーの人が見てたら、確かにっていうのも。よく知ってたなみたいな。そうそう、オルガンドーラーねって言うと思うから。そうなんですね。いや、マニアックだな。本当に。黒はい。まあでも、普通にかっこいいよね。黒とグレーで。そうですね。はい。そんな人気なかったんだけどね、当時もね。ああ、そうなんですかね。そうなんですよ。別に。オリジナルカラーですけど。そうなんですよ。それがね、やっぱこう、僕みたいなおじさんたちのね。いや、いいっすよね。くすぶってくるんですよね。はい。で、ここでですよ。前回出た2013のシャドウとちょっと比べてみたいと思うんですよ。なるほど。衝撃なことが分かります。何ですか？俺、まあ自分が買ってるから比べるじゃない。もう一回比べてるわけ、自分の中で。あ、なるほどなるほど。衝撃が走りましたよ、俺。マジですか？はい。ということでちょっと出してみたいと思います。ちょっとガブリック持って、じゃあ2013年とちょっと比べてみようと思うんですよ。はい。そしたら衝撃な事実が分かりましたよ。これビビりますよ、ガバリさん。マジですか？はい。ぜひ見せてください。ドンと。これが2013年。おう。あ、なるほど。こっちが2013年の方になる。ジョーダン1シャドウ。はい。開けてみますと。はい。よいしょ。おお。じゃあ、形でいい？あ、大丈夫です。よいしょ。じゃあ、こちら。はい。こちらが、おう。2013年シャドウ。はい。はい。こっちが2018年シャドウ。18年。はい。これが2013年シャドウね。はい。いくよ。おう。よく皆さん見てくださいね。何？衝撃じゃないですか。いやいや、待ってください、待ってください、待ってください。何ですか？衝撃じゃないですか、これ。え、言っていいんですか？言っていいですか？あ、分かった。え、待ってください。素材ではなくですか？僕、素材をパッと。分かりました。衝撃な事実。え、石田さん言ってください。いいっすか？はい。何も変わんね。いや、何なんですか？一緒。いや、違うんだよ。いや、なんかさ、レザーがさ、今まで変わったりしてたじゃん。はいはい。なんかシュリンクレザーだとか。言ってますね。そう。前もシカゴもさ、ブレッドバンから行った時レーザー変わってたでしょ。はい。これ変わんないな、もう一緒。衝撃。じゃあ衝撃じゃない？だってつまくろもさ、レーザー変わってたじゃん。はい。一緒。いや、僕すげえ期待してたんですけど、どこかと思ってすげえワクワクしてたんですけど、いや、何なんですか？ワクワクだったでしょ。ワクワクだった。だからその通りの答えだったでしょ。一緒。一緒なんですか？何も変わんねえ。いや、マジで。マジっすか？何も変わんない。まあ確かに変わんない。いや、だってレザーの感じも一緒だし。まあ確かにこのなんかちょっとシワがあるっちゃあるけど、まあそんな激しくシワがあるわけでもないし。いや、一緒よ、レザーの感じとか。ほとんど一緒よ、これ。あ、こっちはでも若干ツルツルしてるっすか、この数種が。こっちはちょっとシワシワぐらい、ちょっとシワ入ってる。あ、まあほんのちょっとね。そんな気にならないぐらいですね。うん。石田さん、ちょっと気になったんですけど、このキラキラしてんのなんかよくわかんないんだよね。ラメみたいなのついちゃってんだよね。なんかそうコメントでも、うん、ラメついてる、ね、ラメついてるってあったの。そうラメついちゃってんだよ。なんか俺多分ね、はい、なんかの時に履いて振りかかったと思うんだよね。あ多分なんか衣装とか、はいはい、で多分履いた時に、うん、多分近くにいたラメをつけてた女性かなんかのやつが降りかかったと思うんだよね。あ、なるほどなるほど。そうで結構持っていくのよ僕、衣装としてジョーダンを、はい、だから何個かねラメかかってるジョーダンワンがあるのよ。そうなんです。そうブレットもねちょっとラメかかってた。だから多分ね俺シャドウとブレット同じ現場に持ってったと思うんだよね。あ、そういうことだったんですね。そう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 、なるほど。なんだじゃあ純正のではなく、いや俺パラパラパラなんてやんないよ。やんないですね。ちょっと変わりがあった方がなんかね、うん、だってさ、じゃあ川尻さん、ラメついてるから分かっちゃうと思うけど、はい、ラメこれついてなかったらこうやってやるじゃん。どっちが2018年でしょうかってやったらどっちか分かる？この状態だけ見て、はい、かかとだけ見て。おお、石田さん分かんないでしょ。いやでもどっちか分かんないけど、ここのステッチが、あ、違う、本当だ、違う。どっちか分かんないけど、あ、お、違う、このステッチが違う。本当だ、どっちだろう、待って、あ、こっちが2013だ。ラメついてるから2018なんかステッチが黒だ。こっちが、そうですね。あ、気づかなかった。一緒じゃない、一緒じゃない、こんなとこ。え、でもまだなんかありそうですね、こう裏側とか。本当だ、マジこれなんか2001とかこんな感じですよね。それ考えたらって太さも違うわ。おお、ちっちゃ、このなんつうのこれ、そうなんかわかんないけど四角のやつ、そう2018ちっちゃ、ストラップがつきそうなところ、うん、おお、違う、あ、これ面白い。え、他にも違いがあるのか。え、またこの裏とかどうですか。おお、裏はまあまあ色が違う。メイドインチャイナでしょ。メイドインチャイナ一緒や。色が違うっすね。あ、本当だ、一緒じゃないじゃん。あ、一緒じゃない。これの方がでもオリジナルっぽいですね。全然一緒じゃなかった。俺これ外装だけしか見てなかった。やっぱあれだね、中身も見ないとダメだね、女性も。女性もで、ね、靴もね、靴もね。はいはい。え、ごめんなさい、ちょっとあと一個いいですか。はい。中敷きインソールがこれ黒じゃないですか。これお、すご。これ13の方ですね。あ、本当は白い。あ、全然違うじゃん。皮だけだね。あ、一緒なの。一緒なの。あとはちょっと R とかね、ついてます。 R ついてる、いくつ、一つだよ。ああ、一つ。ここ一緒か。一緒。あ、このアウトソールの R の数は一緒かな。そうね。あ、意外とあれだね、よーく見たら違いあるね。うん、この辺とかあとなんか、じゃあでも履き口の素材は一緒ですね。このメッシュっぽくなってる。そうだね、一緒だね。ここは一緒ですね。よく見たら本当は白と黒だし、全然違ったね、中身。そうですね、よく見てなかった。違う。おお、なるほどね。何回も言うけど、こっちが18ね。あ、こっちが18で。そう。はい、こっちが2013ですね。そう。これちょっと見ていいですか、このタンのこの辺見ていいですかね。見てください。いいですか。はい。お、石田さん。違いある？この R の数を数えてください。ない。ある。これ本当だ。これ見てください。これ僕のが2013なんですけど、2018 R があるわ。うん、ここにほらちっちゃい、あ、やべ、ごめんなさい、すっげえしょうもない、今ダジャレ言っちゃったわ。 R があるわとかってしょうもない。しかも言うつもりなかったですね。しょうもない。いやでもほら2018は R が2つついてる、この単に。についてる、これすごい。なんか意外と違いがあるんだね。本当でもこれもう細かいですね。よく見ないと、あ、どうでもいいやっていうとこのラインかもしれない。そう、いやいや、どうでもあるよこれは。いやだってこれ昔復刻した時に、例えばね、ジョーダン5でいうとオリジナルと一回ね、99年にジョーダン5復刻してて、でジョーダン5の99年製はかかとがナイキなのね、ジャンプマンじゃなくて。そうで、違いが分からないってなって、そうで、中で見分けるっていうのが分かんなかった時で、違いが分かんない、何が違うんですかってなった時に、あれなんだよ、タンの後ろのジョーダンのマークがさ、逆さまか逆さまじゃないかで違いがあったのね。確かね、ジョーダンオリジナルは逆さまなの。でも99は逆さまじゃなかったはず。なるほど。だからこれもどっちが18年か、まあ今はここ見たら分かるんだけど、でも R があるのは18みたいな、ないのが13みたいな。はいはいはい、なるほど。石田さんが言ってたダンサーたちがタンを寝かしてっていう、そうそうそう、黒人の方々がファッションでこうやってる4から始まってるやつ、ああはいはい、そうそう、あれみたいな感じで言ってたんだよね昔は。へえ、そう、なるほどなるほど。いや面白いな、そう言われると。そうだからそういう見方もあるよね。うん、年指数によってどっかが違うっていうこと。そうそう、見かけだけでも分かるじゃん。 R があるのも18だからね。うん、じゃあこっちの方が忠実に再現してるんですかね。ちょっと要確認だね、後でこれ。そうですね。うん。まあでもよく見たら確かに縫い目とかちょっとこっちの方が幅が広かったりするんだけど、まあわかんないと思うけど。ああ、ステッチがね。そうそうそう。まあでもほとんど変わんない。ほとんど。うん。高さ一緒なんだかな。一緒じゃないかな。なんか2001が低いとかって聞いたことあるんですけど。2001それあれロイヤルの話でしょ。そう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 だよね。あれはなんか低いらしいですよ。ミッドカット寄りだとかって聞いたことあって、これはそんな変わんないかな。ほぼ変わんない。身長一緒だね。一緒ですね。面白いなやっぱり。いやでも結構かっこいい、やっぱり間近で見るとシャドウは。いや俺だって買えなかったもん本当に。いや動画見ましたよ。マジで。でも言わなかったね。買えなくてホッとしてるわって今回言わなかった。いやマジで本当にイラッとしてた。本当にどっちか当たるだろう。まあ苦心悪いよね。最近外しまくってますよ。ホッとする時もあるけど、いや今回のオリジナルカラーだったから。そうね。やっぱりもっと期待じゃないですか。いやマジミスったな。マジ悔しいよ。だからあれだよ。アトモスコンでさ、クレーンで上げちゃうから。あそこで運使っちゃったんですね。そう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 。うわマジかと思って、で案の定ヤフオクにね流れてるし、でかいサイズ。そうでしょ。買いなさいよ、買いなさい。いやこれかっこいいよ。いやいや欲しいっすよ。かっこいいかっこいいよ、欲しいっすよ。ということでね、今日紹介させていただいたのはジョーダン1シャドウでした。以上です。